じゃあ、焼き肉楽しんじゃう。うん、そうだね。スタミナ太郎しましょう。スタミナ太郎しましょう。何焼肉次何があるんですか。次はニンニク醤か塩か焼肉のタレか。ああ、ニンニク醤油にニンニクスライスしたやつって。スライスしてくれと言ってよスライスしてくれと言っておるよ。スライスできるんです。あらねえ、果実も入ってるから。ねえ、本当か。いただきます。危ない危ない。していきます。えぐいって。これ今年の2月に生まれたニンニクなんで10ヶ月やん。10ヶ月生じの中で10以上じゃん。10以上やん。おいおいおい、じゃあ早速いただきます。いただきます。真ん中よいしょ。失礼します。失礼します。いただきます。いただきます。初速が違うね。しみ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 だね、ニンニク。歯ごたえと香り。うまいのよ。入ってないのよ俺。飲むじゃん飲むじゃん。俺全然飲んでないじゃん。なんか恥ずかしい恥ずかしい。あ、すげえ鉄板焼き屋の人みたい。おい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 、鉄板焼き屋の人みたい。本日はご来店ありがとうございます。職業なんだろうね。YouTuber でございます。新しい。これなんて言わないんですか。これはモンスターライクしてる。すごい。ニンニクめちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃうまい。合う。合う。合うな。十分。ああ、入ってきた。無限無限。ああ、入ってきた。多分、うん、動画的にはもう30分か20分ぐらい回ってると思うけど、うん、まだ肉1人3枚しか食べない。おい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 。じゃあどんどん行きましょう。どんどん行こう。次の料理は、次はステーキ行こうか。ブラボー。ブラボー。王道のステーキお願いします。お願いします。よろしくお願いします。それではステーキの方に移らさせていただきます。お願いします。焼肉も美味しかったけどね。いやーね、めちゃくちゃ腹減ってきてるからもうね。どん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 しりひりどんいくからね。おい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 、ドーン。よいしょー。すごい。これはもう逃がさず、うん、あとはね、塩を使っていただいて。はい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 、はい、今のうちから。そうですね、うん、これは何料理になるんですか。ん、これ何料理になるんですか。今言ったか。はい、おばあちゃん。乾杯。シビア。ああ、いい音がしてますね。してますね。おお。鉄板がいいね。みっちゃんが来てくれることを想定して入れたんでこれ。ありがとうございます。焼きそば作るの精一杯だからね。確かに俺は焼きそば大好きだけどね。肉の声が聞きたくて。ちょっと黙ってもらっていいか。はいはいはい。辛辣だな。飲むか。新しいお酒飲むか。大丈夫だけど。じゃあステーキに合わせた肉用意してもらっていいですか。お酒まん、ステーキに合わせた肉って言ったら何が嘘。ステーキに合わせたお酒お願いします。了解しました。お願いします。ではでは、こちらのワインで行かせてもらいたいと思います。おお、ワインっすか。いやー、めちゃくちゃ高級そうでしょ。ねえ、え、高いんじゃない。どこで手に入れたんすか。なんと、はい、なんと近所のセブンイレブンです。多分、庶民が最高です。
多分これこれで開くんです。これで開きます。これで開きます。ではでは、選んじゃないですか。そうです。上品な容量で聞かせてもらいます。いいっすね。どうか後から面倒くさくてここら辺まで入れるんだけど。見てこれ、ほら、このこのすごいね。もう赤ちゃんのお尻みたいでしょ。もう会話してるんです今。お肉と会話してるんで。パパいたね。全体ですね。今美味しく焼けるようにお肉と会話しながら焼いてます。うまいよ。これどうやったら、うん、あのプニプニするじゃないですか。はいはいはい。それってどういう風になったら、うん、いい感じの焼け具合になってくるんですか。なんだろう、こう触った時に。うん、なんか帰ってくるもんね。今これぐらいだよみたいな。今ミディアムレアだよ。今レアだよみたいな。わかりやすく言うとね。うん、もうちょっと。もうちょいだね。やっぱ厚みがあるからさ。結構まだ生っぽい。そう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 。今ね、多分3ミリぐらい火は入ってるんだけど、うん、中は生みたいな感じ。うん、よし。ちょっとこの厚みは。うん、俺一人の力でどうにもできない。手を借りたい。こう言います。直人くんじゃない。確保でございます。嫁かい。嫁かい。嫁かい。それでは、行かせていただきます。お願いします。この辺まで揚げがなくて、ちょっと集中じゃん。ねえ、ちょっと待ったよ。これじゃあ、それでは、お呼びいただきありがとうございます、はい、お肉も美味しい、お肉もありがとうございます。おはようございます。キャバイ。それでは開けさせていただきます。お願いします。お願いします。オーラがすごい。オーラが出てるね。あ、いい感じですよこれ。これを切らせていただきます。はい、お願いします。だいぶなんかキュッとなって分厚くなったね。うん、じゃあ切っていきましょう。お願いします。おー、完璧じゃない？うまそう。完璧じゃない？完璧じゃない？職なんですか？ん？職なんですか？ユーチューバーです。ごめんごめん、なんかごめん。なんだかこの。すごいね。肉汁がほら。出てる出てる。この肉汁やばくない？やばい。素敵なまな板使ってます。うんうん。お、気づきました？うん、今ちょっとまな板を開発してまして。あら。はい。うんうん。これからちょっと皆さんにお届けできるように、うん、今ちょっと頑張ってるっていうところですね。うんうんうん。ありがとうございます。なんかテーマがあるまな板なんですか？このまな板の名前が。育てるまな板っていう感じだったけど、うん、こうやっぱまな板って包丁と一緒でパートナーになるのよ。うんうん、僕ら料理人としてはね。うん、で、まな板育てるみたいな感じじゃん。普通で考えたら。うん、けどこう、まな板を育てる喜びっていうのをね、なんかシェアしたくて。うんうん、このまな板も、オーク材なんだけど、うんうん、オーク材って基本的には白っぽい感じなんだけど、こう使っていくうちにこう馴染んだりして、メンテナンスするとこういう感じでこう、なんか、
めちゃくちゃいい色になっていくっていう、うん、そういう楽しみもあるかなと思って。結構白いですよね、普通は。そう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 。具が入ってていいですね。この溝は、うん、この溝は、うん、液だれするじゃん、肉とかこうやったりさ、うん、あの俺らがよくやるカツオとか、うんうん、時にこれがあるとここにこう溜まるからこぼれないように、ね、ここに水を作ったって感じです。そう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 。ぜひリリースの際みっちゃんのチャンネルチェックしていただきます。よろしくお願いします。ぜひもうちょいなんで。はい、楽しみだね。うんうんうん、飲むぞ。飲むか飲むか。飲むか。というところで、ステーキも切れたぞ。よいしょ。食べよう。うわ、もうそう。食べよう。行きましょう。行きましょう。それじゃあ、肉も切れたということで、うん、おソースの方、はい、作ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。バターです。バター。やめろやめろよ。ニンニク醤油入れます。ここに、はい、ステーキ乗せます。で、かけてきます。バカだわ、バカやってら、バカやってら。もうこれいいんで、あの方のところに持ってきますね。はい、これ絶対うまいやつ、これ絶対うまいやつ。ちょっとこれだと味気ないんで、ちょっと待ってくださいね。クレソンでございます。クレリン、クレソンを。どうすんの。クレソンが肉と相性がめちゃくちゃいいから、うん、ぜひ一緒に食べていただきたい。こんな感じで愛を込めて、はい、カラパパ。これはうまいでしょう。うまいぞ。テンション上がってきた。これはうまいでしょう。それでは大変お待たせしました。ミスジ肉のステーキ。うわー、いいんですか。ニンニクバター醤油で。お好みであのクレソンを一緒に食べると。飛べます。飛べます。そうだ。合法的に。はい。くらー。いただきます。いただきます。いただきます。これはやばい。この焼き加減もいいし、バターガーリック醤油、うん、完璧だね。完璧すぎる。肉の質がめちゃくちゃいいわ。クレソン割りいっちゃっていいですか。クレソン割りいっちゃってください。よかったな。クレソン割りはもうヨーロッパ食べるから。嘘、一瞬でもう飛行機いらない、うん。酔いが覚めた。いやー、これはエグいな。クレソン以上すんな。うん、クレソン以上すん。最近で食べた肉料理ナンバーワンで、マジで、ね、それは嬉しいわ。ほんとよ、宅飲みだからね、これ、ね、まだ今何品目ですか。これで焼肉とステーキだから2品目です。おい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 、あと2品。ダコツかな。次あの口休め、うん、2品目、はい、ちょっとこう軽めの炙りユッケ的なやつ。あー、休まんのかそれ。幸せだね。長いってきてみっちゃん、もう次行きましょう。次行きましょう。じゃあ次2品って言ったけど、まだすき焼きもあったよ。おーいおい。頭の、そういうことは日本酒もありますね。よっしゃ、それじゃあ
ちょっとね、結構パンパンとパンチの肉だったんで、うん、口直してくれて、叩きユッケ食べるのやっていきたいと思います。ユッケ大好きですよ。大好きなんだよな。ユッケ大好きだよね。何好き？何だろう。とりあえず好きすぎて好きすぎて。じゃあ行こう。お願いします。じゃあ叩きの下味をね、つけていきます。これは何をしてるんですか？塩で、塩をやってなじませて、なんか下味をつけるんですね、うん、どういう効果があるんですか？まあ、あの塩で締まるのもそうだし、うん、あと下味ってめちゃくちゃ大事なのよ、うん、シャカシャカの服に服着た時に下になんかこうインナー着てないと気持ち悪いじゃん、うん、あれと同じ感じ。めちゃくちゃわかりやすい。ちょっとないってことだね。焼くよ、焼く。それでは火入れの儀行かせていただきます。お願いします。ドレスがもう結構飲んでんだよね、うん、いきます。3でいったね。いったよ。早く三宅姫じゃん。明日限りだしね。おー、なになに。今日はね、冴えてる。そんなこともできるんだ。みやびな髪色ですね。みやびな女なんです。表面を焼いて、うん、まあ、いわゆるこう表面にこう病原菌じゃないけど、うんうん、表面からこう酸素が触れてるところから悪くなっていくから、うん、それを焼き切っちゃうっていう作業を今して。いい香り。よっ。これまあ鉄板で焼くのも美味しいんだけどね、うん、直火で焼くっていうのもまた香りが変わってくるわけ。はい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 。下のやつは確かあれですよね、ただ炙るだけじゃなくて、うん、塩熱に変えるんですよ、うん、あ、そう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 、うん、こう広くして、ね、塩石か、うん、ただ、なんていう名前だったかは誰もわからない、うん、昔紹介した気がするんですけど。してたね。してたしてた。あの、そろそろね、うん、いい感じで表面だけ焼けてきたから。すんごいいい香りするよ。いい香りするよね、うん。もういいんじゃないこれ。うわ、いいんじゃにゃーの。いいんじゃないの。じゃあこれで、包丁して、炙りユッケ、作っていこう。こう、うい、うい。じゃあ切っていくよ。お願いします。すごそう。うわ、めちゃくちゃいい感じ。叩いちゃったからこれはいいよ。完璧だもん。これなんかさっぱりした工程とかいけるかもしれない。さっぱり気分、ちょっと一回さっぱりみたいなのが。確かにね、ちゃん大好きだけどね、おじさんたちには。うん、じゃあ普通に叩きでポン酢で食べる感じにする。ポン酢ある。うわ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 、ポン酢ある。玉ねぎもある。ちょっとシフトチェンジしてもいいですか？そう、じゃあちょっとシフトチェンジして、はい、ユッケじゃなくて叩きでいこう。シンプルに、あーポン酢で。あー、ありがとうございます。叩いちゃってますね。叩きとしては完璧な焼き加減だね。いや、これはいい感じよ。これ確かにユッケじゃなくて叩きの方がうまいかも、うん、ね、うん、新鮮だからできることですね、これは。一回も冷凍してない肉を食べるってなかなかできないからね。さすがだわ。これはやばいな。なんていう店だっけ、ここ。うん、肉屋さん。そうそうそう。ここはなんと横山精肉店さんですね。静岡県駿東郡長泉町にある横山精肉店。はい、うん、ありがとうございます。よくしてもらって、ね、あの明日牛のメンチカツとかめちゃくちゃうまい。あれめっちゃうまかった、うんうん、じゃあ薬味の方も来ていこうか。お願いします。お願いします。これ本当は俺明日の動画で使う玉ねぎだったんだけど、ありがたいです。
食べたいって言われたらさ、腹が減ってるやつに食べさせないわけにいかないじゃん。オーナーゼフ。さすが。そうお世話になります、今日。ありがとうございます。こちらこそ。上向いちゃってるもん。上向いちゃってる。薄く切る方がいいんですよね。そうだね。しかもこれいつもカツオの時は新玉なんだけど、うんうん、これは新玉じゃないからさ、うんうん、ちょっと辛みが強い、うんうん、そういう場合はどうすればいいの？薄く切ってよくさらす水に。そうそうそう。そうするとしっかり辛みが抜けて玉ねぎの旨味だけ残るみたいな。どんぐらいさらすんですか？でも15分ぐらいでいいんじゃないかな。玉ねぎの個体によってまた変わってくるからね、それは。なんかプロみたいですね。うん。そう？職業なんすか？ YouTuber だよ。YouTube。技ですね。うん。いつもバラバラになっちゃうもん。うん。ネギが、万能ネギで切るのめちゃくちゃ難しいんだよ。そうなんだ。ネギ、普通のネギってさ、層になってるじゃん。だから、繊維が潰れないんだけど、万能ネギって中が空洞になってるから、うん、繊維が潰れやすいんだよ、はいはい、繊維が潰れると食感も悪いし見た目も悪くなるから、うん、それこうしっかり繊維を断ち切るように切るのが難しいですね。なんか薄々の玉ねぎですね。いっていきましょう。一枚ずつやっていくんだ。そうね。あら。ガサッといかずに。そうね。板前仕事ですね。ガサッといったらなんか、ちょっと、かっこ悪いじゃん。うわぁ、鮮やか。ねえ、すごいね、いい色してる。色出たね。出たね。うまそう。ヤマト復活祭でもあるからね、今日はね。わあ、ありがとうございます。まだ皆さん、この、料理で言うと、折り返し地点ということですね、今。そうだね。カツオ兄ちゃんじゃなくて、明日か牛兄ちゃん。お。叩き落ちて。じゃあ、仕上げていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。玉ねぎを下に引き、うん。万能ネギをかけると。うーわ。ネギサンドイッチですね。そうですね。うまそう。青みがあると、料理は美味しく見える。クリスマスみたいな色ですね。確かに。忘れちゃならないのが、ニンニクですね。中山ニンニク？いや、中山ニンニクですよ。これ何年ものですか？これは10ヶ月ものです、ね。10ヶ月もの、はい。うわー。過酷ですね。過酷だ。これは食べるのに大変だよ、これ。うん。それでは、仕上げに。ラベルは剥がれちゃったんだけど、朝日ポンでございます。こちら、かけさせていただきます。うまいポン酢なんですよね。なんとなんと。うわ。いつも多くかけてんじゃないのこれ。いい感じのところで。あ、止まってる、ちょうど。そうなんですよ。いいやつですね、これ。この溝がね、いい感じで、これのために溝を作ってるんで。あ、なるほどね。そうそう。うわぁ。よーし、食うかぁ。ありがとうございます。いただきます。お願いします。叩いていきますか。今のやつだ。ね。今のやつだ。叩いていきますか。あ、叩いていきましょう。叩いていきましょう。お願いします。やりましょう。やりましょう。いただきます。いただきます。みーちゃん。大将から。大将。させていただきます。いただきます。うん。うん。レーサーだわ。第一コーナー曲がってからのストレートみたいな段階でうまさが来る。またうまいもん。じゃあ僕らもレース参戦していいですか？めちゃくちゃうまい。じゃあ。いただきます。いただきます。
うまいね。合う。うまいなわ。これだよね。いや、マジうまい。甘いすごいね、確かに。うん、肉の甘みがすごい。うん、ガンガンいっちゃっていいですか、これ。全然肉見せよう、行きましょう。行きましょう。バランスが最高にいい。うん。ちょっと甘いな。こんな美味しい肉を、横山セレクトさん、ありがとうございます。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 でこれに合ったお酒もいっちゃいます？ある？ある？あるんです。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 少々お待ちください。はい。はい、美味しい牛たたきときました。ほ。お飲み物こちらでやっていきたいと思います。はい。じゃん。あ、本当？これは？これは？何？なんだかわかんないけど、宇宙から来た酒です。宇宙から来た。ワイン？ワイン？いや、日本酒です、ね。日本酒。はい。こちらの視聴者さんよりいただきまして。ほん。ありがとうございます。高知県の酒ですね。高知の日本酒美味しいよね。土佐だ。土佐だ。土佐だ。宇宙、かっこ、ロマンの果てを旅し、深海、ロマンの底に耐えた酵母を使ったお酒があります。うん、本当に宇宙、国際宇宙ステーションで10日間。その後、6200メートルの深海に4ヶ月耐えて生還した酵母です。あ、酵母が、はい、すごい。すごいじゃん。え、俺らより経験値高いじゃん、酵母。高いよ。俺らは俺にどこまで耐えられるかって。ねえ。行きましょう。はい。宇宙の果てまで。宇宙の果てまで。ロマン、やっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、はい。いただきましょうか。宇宙無限の彼方へ、さあ行くぞ。やばい、わ、めちゃくちゃいい香り、うん、すごい純米大吟醸、うんうん、飲みやすいね、うん、ちゃんと見て黄色っぽくて、うん、ちょっと原種濃さもあります、ね、うんうん、ね、パンチあるね、うん、メロン、ちょうどこの肉のたたきに合う、うんうん、ウリだね、ウリ、メロン感じた、うん、感じた、うん、ガンジタだからの人いやこれ合うよ、いただきます、これ合うわ、うまー、うーん、またこのね、ハンシャロさんのグラスも。ねえ、ね、いいね、これ、調子いい。チューリップだから。なかなかキャンプには持っていけないんだけど、うん、こういうところだったね。うん。うん、家で飲むんじゃ。超薄張りだよ。乾杯、ね、乾杯ちょっと怖いもんね。怖い。こういう差異があるとさ、家で飲むときにちょっと贅沢した気持ちになるからいい。そうだね。うん。うん、うまー。うまー。これうまい。宇宙と深海酵母か。ねえ、ありがたいね。宇宙と深海、上と下行ってるわけでしょ？そう。行っちゃってる行っちゃってる。ねえ。じゃあ次横行こうか。反復横跳びして。赤道。それ、これぐらいのパンチ力あるわ。うん。次の料理何なんすか？もう。お？次は、至高のすき焼き。うん。かせていただきたいと思います。もう後半入ってきてるからね。はい。よろしくお願いします。はい。本日。すき焼きということで、ちょっと仕込まさせていただきました。こちら。ん？おい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 、栗きんとんかい。栗きんとん？卵黄のニンニク醤油漬け。ニンニク卵黄。ニンニク卵黄です。健康食品じゃん。健康に行こうと思って。うーわー。これをちょっと、うん、すき焼きして、これをこう巻いて食べようかな。うーん、早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっていきましょう。こっからはまあスピード勝負なんで、うん、1人1枚ずつ焼かしてもらって、はい、最高の状態をご提供させていただければと思います。いいんですか？はい、会期祝いの山本君から。えっ、おいおいおい、いいんですか？
いきます。お願いします。お願いします。うわー。好きなのよ。ジュージューして。これはあっち風のやつですね。あっち風のすき焼きですね。うわー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 。焼き目をつけてから。よいしょー。うわあ、ご利益、ご利益がある。ご利益あるよ。で、はい。で、ニンニク醤油漬け置きます。はい、あ、違う。卵黄醤油漬け置きます。はい。ネギ置きます。はい。はい。うわ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 。置きます。はい。よいしょー、はい、はいはい。いただきます。はい。これ絶対うまいやつ。これ絶対うまいやつ。宇宙飛べる。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 これは宇宙飛べる。行こう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 。じゃあ次ゲート行こう。よいしょ。くるんで。よし。合わせば。いただきます。お願いします。うめえ。うめえ。ナイスバベ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 。卵黄の濃厚さがまたまろやかにしてますね。ニンニクの香りする。うん。おー、いいね。すごい、これは。鼻が悪い俺でもする。緻密だね、本当に。じゃあ俺もいただいていいですか。うん。じゃあ帰ろう。帰るか。醤油のすき焼きのタレがまた、出汁がすごい香るよね。あ、そうだよね。なんかこんな気した。それはやりすぎ。指で。いただきます。いただきます。ね、海が、うん、めちゃくちゃうまい。これはやったな。締めお願いしてもよろしいでしょうか。はい、行きましょう。シースーいっちゃいますか。よろしくお願いします。お願いします。よし、真っ赤っかだけど。え、俺が、うん、ミッドドリさん、うん、酔っ払ってる。酔っ払ってるか酔っ払ってないかで、うわー、うそ、めちゃくちゃうまそうだね。すごっ、江戸前じゃん。ねえ、わかんないけど、伊豆前だよ。伊豆前、うん、シャリはどんな感じになってるんですか。これはシャリに下味として焼き肉のタレを混ぜて、酢飯ではなく、最高の状態を作ったりですね。武器は何だよ。 YouTuber だよ。すごい。もうやりすぎてケイチ何も反応しないけど。振っといて。いやいや、俺一番大好き。いやー、何でもできるね、じゃあ実は。いやいや、そんなもないですよ。できないことなんかあるの？苦手なアトリエとか。料理で？料理でも全般。あ、でもパスタ苦手。なんか塩分の使い方が難しくて。うわ。
まそう。食べていいですか。まだなんですよ。まだこっから一手間かけるんで、ちょっと待ってもらっていいですかね。2段階、3段階、4段階そう、見るの4段階右折する。4段階右折もう極真するくるくる待ってうわこれで出来上がりじゃじゃないのじゃないのよ、こっからのね。じゃあ最後の総仕上げ、はい、行かせていただきます。はい、よろしくお願いします。わーしゃー、うわー、うわー、あ、無理だ、あ、無理です。うわー、嘘だろ。よっしゃー、そして、はい、うわ見てくださいよ、土すぎる。よっしゃー、宅飲みですよ。これにはいいの、よっしゃー、これで終わりじゃないの。万能ビールね、置かせてもろて。昨日収集かけたのね、招集かけたのね、収集？招集？何でもいいか。うまそう。食べてこう。はい、いただきます。何ですかこれは。あしたか牛の炙り握りでございます。いただきます。いただきます。香ばしい。うん、みんなで食べましょう。いただきます。いただきます。いただきます。もう、もうここでしない。おい。煮込みしたの？めっちゃ、めっちゃ、めっちゃいいっすか？うん。めちゃくちゃうまい。これはうまい。うん、いや、アシタガ牛の歯切れがめちゃくちゃいい、ね。うん。ずっと歯、くちゃくちゃしなくてもいいもん。うん。最後何で乾杯します？ボム。まあ。日本酒でいきますか。うん。吹き、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。感知して本当に良かった、うん、健康は本当に大事ですね、うん、それでは最後、山本君から一言よろしくお願いします。僕からですか。はい、いや、今日長い撮影お疲れ様です。お疲れ様です。最高に美味しい料理、10時間最高に美味しい料理、はい、最高に美味しいお肉、横山セレクトのはい。皆さん、ありがとうございます。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 で、みっちゃん。最高に美味しい料理を調理してもらって、うん、ありがとうございます。うまい。ありがとうございます。うまい。お呼びいただき、ありがとうございます。で、いつも見てくださってる視聴者の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。帰ってきました。乾杯。みっちゃん、最高だね。やばい。最高じゃん。最高かよ。オレンジもください。オレンジって使うの？いや、今初めて使ったな。静岡弁。あ、そうなの？静岡っていうか伊豆。オレンジ。オレンジ。あ、そうなの？山田ち。健一ち。え、それあれでしょって言ったら。たまごっちのパクリでしょ。いやいやいや、昔から言うよ。それこそその、はい、よみちゃん、あれだ、たまごっちじゃねえんだからみたいな感じでよくちっちゃい頃バカにされてました。あ、そうなんだ、うん、じゃあ何、たまごっち使ったりと静岡の人そういうことですね。うちっち行くっていうもんね。あたしんちとか、あたしんち、俺んちとか、僕んちとかじゃない。そう、あ、終わりそうかもしんなくなかったーい。せーい。うっ、
っちゃんのチンチンでやってみよう。ねえ、ろ。P の入れ方知らないんだけど。P の入れ方。それこそね、ナレーションで P って言ってる。みっちゃんも顔切っちゃうべきじゃん。え？いや、上やの。全員。高すか。全員だ。こちら。ここからやっていきます、まだまだ。ね。ね。そう。動画ここで閉まりますけども。そう。ここからオフということで。海はあと12時間。そうね。うん。明日、金沢出張なんだなぁ。俺も明日撮影だよなぁ。楽しんでいきましょう。行きましょう。最後まで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。また次回の動画で、はい、お会いしましょう。アデュー。アデュー。アデュー。指何それ指何なこれ指何それアデュー、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 ありがとうございます。クランクアップした。いやありがとうございました。焼肉のタレご飯が来た。